あって。よいしょ。やっほー。今日は発泡酒を飲んでいく。イエーイ。あのメバチコがこっちがなってその後にこっちなってんけど。さっき乾杯しよっか。乾杯してから喋ろう。じゃまずは乾杯しようや。飛んだ。それではお久しぶりのビール乾杯。ティーン。いただきます。あ、うめえ。これうまいやん。いや、うまいと思うで。私結構これ飲みやすくて好きやけどな。ちなみにこれラムーで88円やったっけな。安ない。めっちゃ安いビールやねん、これ。ほんま、88円で売ってて、麦のときめきって言って。まあ、ビールっていうか、リキュール発泡酒なんですけど、アルコール 5% やねんけど、これ、普通に好き。あと、緑のカロリーオフみたいな本もあってんけど、すごい、なんか、あっさりしたビール。ビール？うん、あっさりしてる。ビールって言ったらあかんの？いいん？おいしい。はい、とりあえず食べていこう。せーの、いただきまっちょ。じゃあこれ食べてみる。これ TikTok でやっててさ、めっちゃ美味しそうやんと思って食べてみます。うん、美味しい。 TikTok の方はチゲでやってたらしいんやけど、私チゲのソースはないから、うまかばいでやらせてもらった。うまっ。でこれが白菜をもともと茹でて、で置いてて、あの漬物っぽくな。うん、安定に美味しい。この味の素と醤油が美味しいよな。ポン酢と味の素。うん、両方美味しい。で、豚汁、もともと作って置いてた豚汁。私夜中にふとなんか料理を大量にしたくなったりして、こういう風に茹でたり豚汁作ったり人参しりしり作ったりんで、ちょっと多めに作ってお母さんに持ってってとかさしたりとかさしてんけどさ、そういう夜中にご飯作るの結構好きやねんな。待って大根硬ない。え、こんな大根硬かったんやあれ、思ったより大根硬かった。寝てるかな、さすがに。あ、もしもし。な、豚汁さ、大根めっちゃ硬くなかったシャキシャキしたよな。あの、もう一回茹でといてえ、全部食べたん入らない、食べるいや、ただシャリシャリしてごめんなと思って出ましてはい、おやすみお母さんに、あの、お差し入れで、あの、ちょっと私も作ったから、豚汁持っていこうと思って、豚汁とか人参シーシーとか持ってったら、お母さんも、この大根が、なんかシャリシャリ、大根ってわからんと、なんかシャリシャリすると思ったらしくて、で、新しい野菜使ってんのかなって思って、聞こうと思ったらしい。踏んだら、あった後に、え、これ大根じゃないってなって、気づいてって。そうやったんや。え、申し訳ない。茹で切れてない。申し訳ねえ。
ショックやな。マジか。結構、急ぎでこれは作っていいやんか。もう朝なると思って。ほんまに2時、3時に作り出すね、私、こういうのって。明日はゆっくりやから作ろうかなと思って作ってんけど、一気にいろんなもの作って、白子も昨日夜中に茹でて食べてんけど、そういうのをやりながら、まあいろいろ作ったから、多分こうなったんやろうな。もう一回茹でよう。え、ほんまにショック。お母さんごめん。もっと美味しいもんあげたかったよ。なぁ。うん。うん。でも美味しかったよって。もう全部食べたいもんね。言ってくれた。ママ優しい。なんか人にこうやって食べてくれたらちょっと嬉しいよな。楽しいよな。ご飯作るのって。自分にじゃなくて。あれ？え？いい奥さんなれんじゃねえ？誰かが美味しかったって言ってくれて、笑ってくれたら、まあそれだけで嬉しい。大根完全に茹でれてないみたいな失敗あるけど。ほんまにやっちんちんぐ。これチゲでやったらやっぱもっと美味しいんやろうな。でもこれめっちゃ美味しいわ。上に納豆とか乗せても美味しそうやな。ちょっと入らへんからもう駆け込んでいい？私こういうの全部食べたいねんけどさ。美味しかった。ああ、そういやほんまにさ、今言ってる眼科マジでいい先生すぎてさ、あやばい？いけた？あいけたいけた。ああうめ。え、ほんまにめっちゃいい先生でさ、なんかすごい丁寧に言ってくれるし、診察も5分で終わってんけど、久しぶりに。受付の人も優しいし、めっちゃ、いいとこ行けたなっていう、すごいどうでもいい話してしまったことは後悔しております。中までさ、火通ってないんかな？ほら。ちょ、聞いてな。結構火通ってるように見えんねんけどな。あれ？いや、よくよく思えば私ビール全部飲む気じゃなかったのに、ビール全部飲んでるわ。びっくり。半身浴しっかりして、マッサージしっかりしよう。どう？みんな痩せた？え、でもさ見て、20度の顎もさなってるか。結構マシになったと思うんだけどな。ふぅ、お腹いっぱいや。ごちそうさまでした。ちゃんちゃん。ほな、バイバーイ。